はい、どうもミスターミシンマンです。で今回の動画はですね、この間行ってきた BS タコさんの2021、春夏の展示会の模様をご覧くださいませ。ではどうぞご覧ください。こんにちは。こんにちは。あ、素敵な、ありがとうございます。バレンタインでも何もしてないの。いやいやいや、僕はもう片一方で。ありがとうございます。片思いで。片思いです。着きました。ここですか。うん。で、友達と住んやんか、の前の直子さん知ってる。ああ、はいはいはい。そう。その時のサンプルがこのバー一本ちょっとだけやけど上がってきたから。早っ。みんなに見てもらっとこうと。で、あとこっちの日本バーが今回の。今の。うん、今の。このコートめちゃくちゃ可愛いですね。そう。7月に納品できるぐらいのタイミングで行こうかな思って。だから。初週に着れるでしょ。まあ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 全然、うん、ここオーバーブラウスにもなるようにしてあるんや。ほんまや。で1枚でも着れるけどベルトもできるし、もうくたっとした感じがいいっすね。うん、これワッシャーやからな。あ、そやからアイロンなしでいいやんか。へえ、かわいい。色赤やからかわいいな。黒は黒でかっこええけど。ああ、2色っす展開で。ガンガン洗っても全然縮まないですか。縮まないと思う。どんな食感になるのかすごい楽しみやね。ね、うん、あ、これまだ一回も洗ってない。洗ってないね。そうなんや。いやー、めちゃくちゃ可愛いです。これはオレンジ色。いやー、それかわいいですね。女の子って感じ。へえー。フレンチリネン100ですか。リネンとビスコース。あ、ビスコースか。うん、とろみがあるやんか。ちょっとこうパサパサじゃないやんか。うん、はっきりした感じが。うん、へえ、面白いですね。この食感が。パターナーさん曰く。自分の行くパターンと私が選ぶ木素材がいつもすごいぴったりこねて、せやからすごいいい感じになるんやと思う。やっぱりレディースですね。せやろ。メンズではこれはちょっと無理ですね。この生地見た時可愛いからなんとか使いたいと思ってんけど、ちびっと生地見てていらんことせんとこうと思って。綺麗だね。このとろみ感好きよ。好き、ね、好きな、女性でもとろみが嫌いな人もいらっしゃるけど、なんか可愛いですね、こんな、うん、歩いてる時とかすごい可愛いじゃないですか、うん、想像できるやろ、うん、こんな人に来てほしいとか思うし、うん、
白姿が可愛いのが好き。これとこれのバランスが、素敵やわ。こういう、まあ、デザインをね、どう考えてやってるんですか、毎シーズン毎シーズン。いろんなやり方あると思うんですけど、まあ、その例えばこうシーズン終わったら次のシーズンためにこうアイディア帳みたいなの作る人いるじゃないですか。写真貼ってとかコラージュみたいな、あんなんするタイプですか。昔はやってた。今はやってないです。今は全くやってない。他の情報を入れないようにして、この記事はどうやったら生きるかなっていうのを自分の頭の中にはめ込んでいく感じかな。そのまあ、次の新しい素材が入ってそれ見てそっからってことですね、それもあるし、デザイン的にあこれやってみたいなと思って素材を探しに行って近いものを選ぶっていう時もある。デザインがめっちゃ描きます。描きません。描きません。もうこれって決まってるものを描いていくから、でその中で調整していく。素材に反することしたって絶対生きないの。私の中で、やっぱ女の人って忙しいからできるだけ洗濯性のあるものっていうのは念頭にある。家で洗える。家で洗える。素材の声を聞きたい。どうなりたいんやろう。そのひたすら素材をずっと触ってる感じですか。触ってる。